おい、何をしに来た。おい、まだまだ続くよ、ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネル。さあ行くよ。2022年もディズニーチャンネルから目が離せない。きっとうまくやれる。人気シリーズの新エピソードはチームでポーズを。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワールをはじめ、どうなってんだ、戻った、不思議の国アンフィリア、私は良い魔女のルース、覚悟はいいか、アウルハウス、もう初日の出、ゆるキャンなど続々登場。さらに注目の新番組、レッツゴーゴーゴー、ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、ワンハウスへ行こう。ミッキーたちが魔法の家と冒険へ。ミッキーマウスファンハウス、よろしくね。そしてゴーストと親友になっちゃう女の子や可愛い鳥たちもやってくるよ。今年のディズニーチャンネルもお楽しみに。あんたはもう私の友達じゃない。29日の土曜日はここから消えてもらう。不思議の国アンフィリア、衝撃の新作がやってくる。そのカエルの家族とも永遠にお別れだからね。やだ。スタートは昼2時。それがないとうちに帰れない。まずは5話連続放送でオルゴールの謎に迫るエピソードを振り返ろう。素晴らしい。そして夕方4時30分からは2話連続の新エピソード、ついにゴールだ。オルゴールの力でいよいよ元の世界へ。はい、じゃじゃん。しかし何すんの。またしてもサーシャが。この国を支配する方がずっと面白そう。ついに決着。果たしてアンは家に帰れるのか。絶対好きにはさせない。ここで倒せ。新作アンフィビア、家に帰る。サタデー29日土曜日昼2時から3時間半。行くわよ。うん。彼女たちはよし、期待の新人アイドル結城愛音と、ステージは真剣勝負よ、学園の人気アイドル湊美桜、一緒に頑張ろうね。うん。憧れの先輩を目指して。アイドルってすごいんだね。輝く2人の友情で、よろしく。トップアイドルを目指せ。はい。アイカツフレンズ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル、またまた始まるよ、ラプンツェルザシリーズ、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、あっち行ってユニコーン、ディズニーチャンネル。2月7日からディズニーチャンネルの平日毎日夕方4時から夜9時まではとってもミラクルな時間になります。あ、詳しくはお楽しみに。ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、ゴーストが現れる時、レッツゴーゴーストフォース、輝くパワーのゴーストフォース、ヒーロー現る新番組ゴーストフォース、2月7日スタート、ディズニーチャンネルで日本初放送。スペクトルゲート、ディズニーチャンネルムービー。よし、外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ、早く一人前になりたいよ。ある日発射、村を飛び出して出会ったのは小さな足のスモールフット。そう、人間。スモールフットだ。何ですか。存在しないものは見られない。みんなは信じてくれないけれど、スモールフットを探してるの。仲間がいればきっと探し出せる。スモールフットを信じる。目覚めさせよう。ちっぽけな世界を飛び出して大きな真実を探しに行こう。イエティ、あ、スモールフット、お、これ取れちゃったけどいいの。ここだっけ。あ、参ったな。初放送スモールフット、1月22日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。マダガスカルの職業、あのキングジュリアンがまさかの主役。さあパーティーの始まりだ。わがままジュリアンは、お前がキングだよ。最高のな、最高の王様にイエーイなれるのか。まだ分かってない。すごー、万歳。
ジュリアン。土曜日と日曜日夕方4時、日曜日は新エピソード。またまた始まるよ、あっち行ってユニコーン、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、スティッチ、ディズニーチャンネル。ミッキー、世界を股にかけミッキーが行く。こんなミッキー見たことない。よし行こう。短編アニメーションミッキーマウス、月曜日から金曜日昼1時55分、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、スティッチ、ディズニーチャンネル。